とグアム。グアム。ナメクジか。ムニュムニュムニュ。いろんなとこ。トイレットペーパー流さなくてゴミ箱に捨てて、それびっくりしました。Hey guys and girls on Ask Japanese, it's Kathy Cat. Why do Japanese people want to travel abroad? What are the ideas or the reasons behind leaving their country and maybe moving or studying or just visiting another country? We're gonna find out, so let's go and Ask Japanese. Bali島とハワイとパラオ。じゃあその3つの行ったきっかけって何ですか？きっかけは家族旅行です。お、じゃあ3つも家族旅行だったんですか？はい、もう海がめっちゃ綺麗。どこですか？うん、パラオがめっちゃもう入っただけでもうすぐ魚みたいな。そうなんですか。わあ、これいいな、めっちゃ行きたい。じゃあ行きたい、なんか外れたところもありました？えみたいな。でもなんかパラオは普通の道はなんか全然なんかまだ道になってないみたいな。もう自然みたいな感じ。そう、もう野良犬が歩いてるみたいな、そんな感じ。人の違いはありました？服装、なんか海外は露出が多めみたいな。そう、夏でも、うん、もうなんか普通にタンクトップに短パンみたいな、そんな感じです。あ、毎日？毎日そんな感じ。お、服装が結構違いますね。そう、違います。タンクトップ日本では着たりしますか？しないです。夏でも着ない。海外旅行行ったことありますか？あります。お、あります。お、じゃあそのよく行くきっかけは何ですか？修学旅行で行きました。お、じゃあどこに行きましたか？韓国に行きました。お、ベトナムです。じゃあ初めての海外はどの感じだったんですか？言葉が全然通じなくて緊張しました。そう、値段、お金が違う。失敗したことありますか？なんか買い物した時にお金が分かんなくて全部こう広げて出したんでいくら取られたか分かんない。もしかして多く取られたことが。そうかもしれない。あら。その海外でなんかびっくりしたことなんか他にありました？ベトナム行った時にバイクが多すぎて日本と全然違くて交通がびっくりしました。どういったところはびっくりですか？道路の線がない感じでなんか事故がすごい起こりそうな感じ。あ、トイレで韓国はトイレットペーパー流さなくてゴミ箱に捨てて、それびっくりしました。じゃあそこ専用ゴミ箱あるんですか？あります。逆に流しちゃダメ。流しちゃダメで、はい、トイレットペーパー専用のゴミ箱があってびっくりしました。それも私もびっくりです。海外に今また行きたいなって気持ちになったんですか？はい。じゃあ次はどこに行きますか？ハワイとか行ってみたいです。海外旅行行ったことありますか？じゃあ海外旅行はどこに行きました？フランスとイギリスと韓国です。結構行ってるじゃないですか。なんでですか？家族と旅行で行きました。海外旅行行くきっかけは？お姉ちゃんがもともとフランス留学してたんで行きました。あ、じゃあその家族のつながりで海外の興味が湧いたって感じ？そうですね。じゃあ海外行ってなんか一番興味を持った国は何ですか？フランスです。どういったところですか？やっぱ街並みとか綺麗でした。イメージ、じゃあフランスの元々のイメージとフランスにいたらなんか違ったりとかしました？なんかフランス人がなんか僕が英語使うと結構嫌な顔したのは意外でしたね。じゃあ英語があんま通じない？そうですね。なんか何を話そうとしてたんですか？なんか通じはしたんですけど、なんか関税かなんかで英語で喋ってたらちょっと嫌な顔するみたいな感じで。どういう対応されたんですかね？フランス語で喋ってると結構ニコニコしてるんですけど、英語だとちょっと適当な感じでなんかムスッとはいはいみたいな適当な感じでしたね。あ、じゃあやっぱフランス人はやっぱできたらフランス語喋ってほしいって感じですか？そんな感じがしました。そこに住みたいと思ったことありますか？一回住んでみたいですね。でもちょっとだけでいいです。なんでちょっとだけですか？やっぱフランス語が難しいですね。フランス語喋れたらどうしますか？フランス人にナンパしてみたいとかそういうもありますか？ないです。海外旅行行ったことありますか？あります。あります。じゃあまずどこに行きましたか？グアム。グアム。オーストラリア。オーストラリア。親戚の結婚式で。結婚式で、しかも海外初。初きっかけは何ですか？修学旅行です。学校の初めての海外は。はい。
じゃあグアムの結婚式についてちょっと聞きたいんですけど、なんかグアムの期待超えたか期待外れたところを両方聞きたいんですけど、どうですか？期待超えたのは綺麗、いろんなところが、島だから風景とかも海とかも綺麗で、だけど期待外れはナメクジがムニュムニュムニュ、いろんなところプールサイドとかめっちゃいた。それ聞いたことないわ、ちょっとショック。私も期待超えたのは景色が綺麗だったところで、外れたのはご飯がやっぱり日本の方が美味しかったです。こういったところが美味しくなかったんですか？なんか量がポテトとかも全部山盛りすぎて食べきれなかった。自分の結婚式は海外か日本どこであげますか？海外。海外。どこにしますか？ニューカレドニア。おめっちゃめっちゃ、なんでそこですか？綺麗だから、有名じゃないですか。普通にみんななんか海が綺麗って言ったらニューカレドニアとかモルジブとかだから、一番綺麗なニューカレドニアがいい。呼んでください。私は4日間ぐらい行きました。なんかあのクラスでハッピニングとかなんかありました？ファームステイって言って、そのオーストラリアのなんか農家の方のところに泊まったんですけど、パーティーに連れてってもらったら4時間ぐらい放置されちゃって。そうなんですよ。ずっとなんかその日本人の4人でずっと椅子こうやって座って待ってましたね。放置された時には周りの人は何してたんですか？周りの人はなんかそのファームステイの家族のお母さんが誕生日だったみたいで、なんかお祝いしたりしてたんですけど、私たち英語わかんないので、この4人で椅子に座ってなんか喋ってました。4時間。4時間ぐらいずっと。厳しいな。厳しいですよね。少なくてもケーキもらいましたか？ケーキもらえませんでした。もらえなかったんですよ。じゃあでもみんなはそこそこでパーティーしてた感じで。そうですね。うわー、なんだ、なんか留守番みたいな。留守番みたいな。海外旅行行ったことありますか？行ったことあります。お、はい、あります。香港とフィンランド。彼女と一緒に香港に行きました。じゃあ2人で旅行したことあるんですね。そうです。まずフィンランドのこと聞きましょう。フィンランドに行くきっかけは何ですか？フィンランド食器を買いに行きました。食器？食器、アラビアとかイッタラとかっていう食器が有名で、その食器を買いに行きました。北欧の食器がただ好きだったので。そう、どういうところに魅力があるんですか？なんか色づきかいとか、やっぱ可愛い。で、香港行ったきっかけは何ですか？まつげエクステの勉強をしに。まつげエクステをそこで習ったってことですか？そうですね。香港の期待超えたところと期待外れたところは何ですか？香港が100万ドルの夜景で綺麗って言われてたけど、天気が悪かったので、あ、日本の方が全然綺麗でした。あ、天気悪かったもしょうがないですよね。じゃあ、一番初めて海外行ったところはどこだったんですか？一番最初はロスです。そっちに行くきっかけも気になるんですけど。それは多分新婚旅行だったかな。初めての海外はどの感じだったんですか？でもすごい楽しかったです。なんか期待超えたところと外れたところはありましたか？なんかもっと怖いとこかと思ってたけど全然怖くなかったです。あと親切だった人が。あ、その行くきっかけはやっぱ旦那さんが、なんかなんで旦那さんがロスが好きなんですか？ちょっと前に自分が行ったのでこう知ってたからかもしれない。あ、そうだ、自分が知ってる場所をせっかくのお嫁さんに案内したいって感じ。多分海外旅行行ったことありますか？あります。あります。どこでしょう？アメリカのサンフランシスコに。結構行ってますね。じゃあまずサンフランシスコに行くきっかけは何ですか？いとこが住んでいるのでそちらの方に遊びに行きました。お、いとこはそこで何してるんですか？もうずっと向こうに暮らしているので、看護師さんやったりとか、はい、キャビンアテンダントやったりとかいろいろしているので。おー、すごい。はい。じゃあ、そこにいたきっかけはもうそう会いに行くみたいな感じで。そうです、遊びに行きました。あ、じゃあ初めての海外どの感じだったんですか？楽しかったです、ものすごく。いろいろなとこ行ったので、ラスベガス、ロサンゼルスとか。そうですね。行く前にこれアメリカでこれ絶対やりたいとかなんかありました？カジノ行きたいと思ってました。結局行けたんですか？行けました。おー、もしかしてベガス？メガスで。うわ、どうだったんですか？勝ちました。え、どれぐらい？いや、2、3万ぐらいですね。お、結構良かったじゃないですか。はい、お、面白かったです。全部お土産で消えました。あ、
でもまあこれでお土産をね、はい、ただだと思えば。そうですね。はい、じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございます。 Now this is what Japanese people have said about the topic, but how about you? Have you ever been abroad? If yes, where and why? We want to know the why, so leave us comments down below. Would be really nice to read that. Also guys, don't forget, check out each other's comments. They are sometimes really good ideas and stuff in the comment box down below, soread each other's stuff. Also, if you enjoyed this stuff, don't forget, hit the subscribe button if you haven't already. And there's a related video down here below too, if you want to keep on watching. Thank you very much for watching, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye! Don't forget to push the like button. Push, 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 push.